ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がフェラーリ F8 トリブート2021年式580キロこちらの車両になります。なんと、はい、車両紹介初 F8 でございます。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、あの入庫だったりだとか、まあ、あとはお預かりさせていただく機会なんか非常に多いお車ではあるんですけど、なんせ回転がこの辺早いんですよ ね、 ね、うん、かなかなかご紹介するまでに車がないないということで、今回たまたまちょっと長めに、そうですね、あの在庫車両として展示させていただいてるんで、はい、動画を撮ろうということでお届けしたいと思います。でこれ最初にぶっ込んでいいですか。はい、オプションちょっと弱めっすね。そうですね、はい、ただそこを活かせるのはうちの強みじゃない、はい、そうですね、ということで、まあ、カスタマイズだったりだとかその辺踏まえてご紹介させていただきたいと思います。でまず色、これすごい色してますね。そうですね、はい、これスペシャルカラー、スペシャルカラー、これがなんとアズーロリーノ、これソリッドなんですね。そうですね、スーパーカーで黒以外のソリッドって割と珍しいですよ ね、 ないですよね、はい、これ近くで見ていただけると分かるんですけど、もうメタリックも入ってなければパールも入ってない、うん、本当に青ということで、もう名前の通りアズーロっていうのがその空の色とか青とかそういう意味なんですよね。なんでもうまさにそれにふさわしい。でなんかちょっとクラシックな感じしません、やっぱり。そうですね、色がね、はい、ソリッドってなんかクラシカルな感じしますよね、うん、それがもうめちゃくちゃ映える色。そしてあとはまあ F8 なんかこれいろいろ資料見たんですけど、あの488から空力がめちゃくちゃ改善してるらしいですね、うん、であのピスタでもありましたこの S ダクト、はい、スペシャルモデルじゃなくてもついてくるということで、この辺めちゃくちゃかっこいいアニメーションがあのホームページにもあるんですよ。はいはいはい、そうですね、はい、なんでこの辺から全部エアを抜いてフロントのダウンフォース稼いだりだとか、あとここから下の整流をこうコントロールしてタイヤハウスのこのブレーキの熱気を逃がしたりだとか、あとはアンダーパネルの整理をしたりだとか、目に見えない部分なんかもかなりもう空力のお化けみたいな車になってると。もう見るからにね、いろんなところに穴開いてるもんね。まあレーシング直系ですからね、フェラーリの。というわけでこんな感じのエクステリアになってます、うん、で個人的にはまあカーボンパーツあればあったでよかったかなということなんですけども、今回外装はカーボンパーツなしということで、うん、もうこれつけるしかないじゃないですか。じゃあそうですね、はい、ノビテックベース車両として、そうですね、はい、ノビテックでもマンソリーでもお好きなものをご提案させていただきますので、はい、まあ、その辺お声掛けいただけるといいんじゃないかと。そして早速横に回ってきてもいいでしょうか。今回装着してるのはマットゴールドのこちらの単造ホイール、はい、これも割と好み分かれるところかなと、うん、でサイズの方が24530インチ、こちらのホイールになっております。そしてなんかあと資料を見たらタイヤがあの P0 履いてる車と、ミシュランのパイロットスポーツ履いてる車となんか2パターンあるみたいで、うん、こちらの車はパイロットスポーツ、こちらを装着してる。個人的になんですけどパイロットスポーツの方が嬉しいです。そうですね、はい、デザイン的にあの P0 って少しこう角張っててっていう感じなんで、はい、まあ、この辺交換の需要もうちの場合答えられますので。そうですね、ただまあこの組み合わせもまあちょっとクラシカルという、あー、なるほど、いうイメージじゃないですかね。あの、はい、色彩検定3級土屋からするともう少し色の種類を減らしたいって個人的には思いました、うん、なるほど、ね、今日ですねたまたまなんですけどあのちょっと気持ちが T シャツに出ちゃったみたいでHRE ホイールズの T シャツ着てますけど、はい、まあ、その辺入れていただいてもいいのかなと。そうですね、はい、でアメダンであればもう色とかフィニッシュとかもう自由自在じゃないですか、うん、なんで、まあ、色のその数減らしていただけるともっとシンプルにもできると思いますし、まあ、あとは黒系のホイールなんか持ってくればめちゃくちゃレーシーに仕上げることもできるかなと。このカラーリングでそうやって組んでたら相当かっこよくなると思いますけど、ね、相当かっこいいですよねかなり映えると思うんですよもちろん白黒のかっこよさありますけど、はい、こういうビビッドな色とか、はい、ちょっと目を引く色で足元いじってあげるとめちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいい、はい、そしてキャリパーはこの赤いタイプのキャリパー、そしてローターの方は398パイの巨大なカーボンセラミックのブレーキがついております。であとは、今回全部車両ノーマルということで車高はちょっと頑張りましょうって感じです、うん、もしタイヤホイール買えないんであってもスペーサーとローダウンなんかっていうのもできますんで、はい、ご相談いただけると少しやっても、うん、そうですね、はいというわけでこんな感じの足元になってます。そしてあとは横に関してもカーボンパーツ今回の車は特にないんで、まあ、この辺も足していただいても、あとは純正にないものなんかも車外でありますからね。そうですね、はい、その辺なんかもご相談いただけるといいんじゃないかなと。また横のこの流線形のボディがめちゃめちゃ青映えますね。
映える、かっこいいです。そしてリアに行くと、リアはググッと太くなって305、30、20インチ、ローターの方が360倍ということで、リアの方がいつも思うんですけど、フェラーリってこうタイヤの厚みと車高気になりますね。うん、そうですね、はい、この辺もう1インチアップしてローダウンしてあげるだけですごいスタイリッシュに、うん、でまたずるいのが、あのホームページとかってみんなローダウンしてあるんですよね。そう、絶対してありますよ ね、 そうね、そう実写だと、あのホームページの写真の車高のかけ離れ具合言ったらないですよね。それで出せよって感じですね。確かに。というわけで、まあ、この辺もご要望いただければいろいろ触ることもできます。続いてリアに回ってきまして、リア特徴的なのがこのエンジンフード、はい、これがガラスじゃなくって、うん、歴山っていう素材のフードみたいです。なんで、まあ、軽量であってなおかつ難燃性の素材になってるそうです、うん、でこれ歴山っていうのがあのポリカの商品名らしいですね。アルカンターラみたいな、うん、そういうことみたいです。でアクリルと違うのは、アクリルってやっぱり燃えちゃうんで、はい、なんでその辺もあってポリカを使用してるらしいです。で F40 も歴山のやつなんですね。なんで F40 オマージュでもあるそうです。あとはリア、久しぶりの4灯ということで、そうですね、はい、こちらのデザイン、これはなんかあの308、うん、GTB、あの辺のリアオマージュになってると。リアの空力もえぐいですよね。そうですね。ここから抜いて、ちょっとぜひあのちょっと著作権の関係で入れられないんですけど、うん、あのアニメーションを見ていただきたい、はい、フェラーリの、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよね。というわけでこんな感じになってると。であとは F8 ローダウンしてほしいってさっきから言ってるんですけど、ローダウンしづらい問題もあるんですよね。そうですね、はい、というのはこのリアのディフューザー、これがもともとめちゃくちゃ低い、はい、だから純正車高で、まあ、グー1個ぐらいですもんね、うん、ここ車庫端にしちゃうとさらにここが詰まっちゃうんで、まあ、リフター必須になってくるかなと、はい、じゃなくても、まあ、普段の使い勝手でも気をつけていただかないと、あの車止めなんか絶対ダメですよ。そうですね。というわけでこんな感じ、この辺気をつけていただいた方がいいのかなと。 F8 のお客さん大体吸ってやっちゃった吸って連絡来ますからね。確かに。でも逆にカーボンじゃなければまだ、うん、そうですね、はい、費用的にはこれカーボンだったらもう泣くに泣けないですから、ね、というわけでこんな感じの仕様になっております。続いて内装を見てみたいと思います。内装がこれめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい、おしゃれですね。ご覧ください、はい、なんとこのホワイトを基調とした内装、これホワイトもホワイトであの真っ白白っすね。ちょっとベージュっぽいとかじゃなくって、はい、あの乗るのに気使う。そうですね、あの汚れとかめちゃくちゃ気になっちゃう。ただめちゃくちゃおしゃれなこちらのホワイトのシート、そしてステッチだったりだとかはこれブルーなんですね、うん、よく見るとこれ最高じゃないですか。最高じゃないですかね。で今回は、はい、距離も580キロということで、もう新車の匂いもするし、もう汚れに関してもほぼないと言っていいグッドコンディションの内装になっております。そしてダッシュボードだったりは488からを受け継ぐ衣装を共通化したダッシュボードだったりステアリングだったり、ただこれ資料を見たらステアリングは488より小径になってるらしいですよ、若干。そうですね、はい、そしてオプションとしてはステアリングはカーボンの LED ステアリングはこちら入ってると。あとその他ホワイトのレブカウンターだったり、外装でちょっと抜かしちゃいましたけどパーキングセンサー、カメラ、あとは先ほどご紹介させていただいたシートは電動シートになっていると、まあ、この辺がオプションでついてきております。続いて乗ってみたいと思います。めちゃくちゃ気使います。これはあの僕はちょっと短時間で済ました方がいいやつですね。乗り込むとこんな感じで、先ほど紹介したホワイトのレブカウンター、まあ、あとこの辺はあの皆さんご存知のところだと思いますね、飛ばしちゃいます。であとはメジャーなオプションで言うとパッセンジャーディスプレイ、今回の車はついてないということで、月永さんこれは欲しいオプションですか。いや大丈夫です、なくても。だそうです、はい、というわけでパッセンジャーディスプレイはついてないですけれども、まあ、ここカーボンで仕上がってますし、今回の車本当にコンディションがいいんでかなり好印象でございます。そしてセンターコンソールも同じくホワイトのレザーとブルーのステッチを入れたこんな感じのセンターコンソール、そしてシートの方は電動シートなんで8ウェイぐらいの調整プラスランバーサポートっていう感じのこんな感じのシートになっております。そしてまだ新しいからか少し張りを感じます。背中の押し出しも少しあるかなと。ただ割とゆったりなんで、まあ、いろんな体型フィットするんじゃないかなと思います。そしてあとは足元はこんな感じで若干センター寄りですけれども、さすがフェラーリ乗りやすさが、そしてブレーキ結構ペダル大きいですね、かなり操作しやすい感じです。そして天井関係はこれは一応レザーですかねのピラーと
ファブリックのジャージみたいな生地の天井、あとバイザーもちゃんとこのブルーのステッチが入ってるバイザーになっております。あと今回の車はレーザー探知機が車外のものがついております。ドライブレコーダーはついてないので、まあ、その辺必要な方は納車の際に言っていただければ後からつけることも可能です。続いてフロントのトランクを見てみたいと思います、はい、こんな感じでオプション一覧でございます、はい、別名手抜き、手抜きの紹介ということでこんな感じになっております。そしてトランクの方は200リッターということで、まあ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 って感じじゃないですか、うん、まあ、大型のボストンバッグなんかも入るんで、ね、この手のシルエットの車の中ではまあ使える方なのかなと、うん、ただ後付けでリフターなんか入れると、まあ、ここに収納することになりますので、はい、まあ、そうすると若干圧迫しちゃうかなと、うん、まあ、その辺ご相談いただければ。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 3902cc V8 ツインターボ、これがあのピスタ直径のエンジンみたいですね、うん、全く同じではないみたいなんですけど、でなんと馬力の方が720馬力ですよ、はい、これ馬力ピスタと一緒なんですよね、うん、とんでもスペック。そしてトルクの方が770ニュートン、これピスタと何が違うかというと、インコネルのマニからあとターミナルでその集合のところまでが全部一新されて、排気なんかも新しくなってるみたいです。でこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT 0100 2.9秒、3数える前に100キロ出る。そうですね。そして0200 7.6秒、でマックス340キロということで、はい、まあ、日本じゃ到底試す場所もないようなスペックですけども、こんな感じのエンジンルームになっております。そして F8、 大きなトピックとしては GPF、まあ、要は排気ガスきれいにする装置、まあ、キャタライザーと別にもう1個ついてるということで、割とこの辺で音が小さくなってたりだとか、ちょっとこもったような音になってたりとかっていう割れることが多いんですけども、まあ、この後その辺は確認してみたいと思います。続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。いきましょう。ちょっと一回かけ直していいですか。はい、いいよ。時代の変化にはそうですね、はい、しょうがない。まあでもすっごいパワー出てる音しますよね、うんうんうん、あとホームページにも書いてあったんですけど、ターボラグがない、うん、NA みたいな吹けっすよね、うん、でしかもピスタとほぼ同じ馬力っすよ。ピスタじゃないですか、ほぼほぼ、はい、というわけでいきたいと思います。で今回の車はリフターがちゃんとついてるということで、はい、その辺なんかも便利に使っていただけるかなと。そしてちょっと行く前にいいですか、はい、あのエンジンルームでもちょっとピスタとは少しエンジン違うんですよっていう風にご紹介させていただいたんですけど、具体的に何が違うかっていうと、なんかコンロットとかもチタンに変更してたりとか、はいはい、あとクランクシャフト、フライホイールなんかも軽量化して、うん、よりこう軽く回るようになってるみたいです。だとバルブとか、あとスプリングだとカムなんかも再チューンしてあるらしいです。でさらにはピストン変更で圧縮比も 10% アップしてるらしいです。だからよりピスタよりかも洗練されたエンジンになってるということで、扱いやすくなる。そうですね、まあ、正常進化っていう感じでしょうか、うん、いきたいと思います。はい、ちょっとリフター行きましょう。それ月村さん大変です、はい、あ、車高が上がった、うん、はい、ガソリンがないです。あ、そうだね。給油します。ちょっと岩崎寄ろうか。はい、で488からステアリング小径になったっていうんですけど、うん、あの所有もしてなければそんなに頻繁にも乗らないんで、そう、ね、あの分かりません。僕も握り比べたことないからな。だから結構488から F8 に乗り換えたっていう方も多分少なくないと思うんで、うん、おちっちゃくなったねって感じる方も中には多分いらっしゃるんじゃないかなっていう、ね、ただ小さくなったって言っても全然そのレーシングステアみたいなそういう感じじゃないんで、うん、本当に多分気持ち
実寸はちょっと書いてなかったんで分かんないんですけど、そしてリフターがあるんでこういったところも後ろの方が心配だな。そうね、心配ですよね、うん、だから撮影なんかで、はい、このショールーム出し入れしたりする時なんかは、はい、リフターで上げて半分下ろして、はいはいはい、リフター下げて、はい、半分出してみたいなしないと、結局リフターで上げると後ろ下がりますから、後ろがその分 ね、 ずっとちょっと下がるからね。いや、いいなフェラーリ。いや、だいぶいいっすね。まあ、なんだかんだいいよね。だいぶいいっすね。で、昔のフェラーリと違ってちゃんとラグジュアリーさも、ね、確かにあるしね。よいしょっていう感じしませんもんね、うん、そしてリアがいいっすね、だいぶ、うん、歴さんのフードと。ただガレージ持ってないで、まあ、F8 持ってる人って多分いないと思うんですけど、あの屋外置けないっすね。そうね、はい、そうね、まあ、多分大丈夫であると思うんですから、水全開入るじゃないですか、うん、それが心配になっちゃいます。ああ、全然出足も乗りやすい。まあ、本来だったらちょっとスピード出せるとことか峠とかワインディングでレビューした方がいいんでしょうけれども、はい、なんせ距離薄ですし。そうですね、はい、ちょっとそういったところでのレビューではないんですけれども、ちょっといいですか。速い、速いし、めっちゃ安定してる。え、これレスポンス、鬼レスポンスっすね。マジで NA みたい。これ NA じゃないですか。いや、すごい。もうゲームっすね。はいはいはい。で、ちなみに今マネッティーノはスポーツでちょっと走り回りたいと思います。フェラーリもうマジでシフトもむちゃくちゃ速いっすよね。 ETC カードが挿入されていません。そんなに小回りは効かない。なんかもう法定速度で走るだけでめちゃくちゃ気持ちいいんですけど。でちょっとこのウインカーだけはもう本当にちょっと、そう、ね、気持ちを切り替えないとウインカー出せないですよ、ね、ああ、うん、よし、いきます。なんかもう毎回思うんですけど、フェラーリってすごくこう絶妙じゃないですか、うん、このパドルの質感とか、このクリック感とか、ステアリングのフィーリングとか、なんかすごいこう走って楽しいというか、なんか車との一体感が感じられる。で、全然法定速度で走っても楽しめますよね。だ、音はやっぱり、うん、だんだんちっちゃくなっていってるなっていうのを感じますね。まあ、ターボ化されて、まあ、もちろんそのタービンに排気が当たるとそこで消音されるし、キャタライザーでさらに消音されて、今回に至っては GPF もついてるということで、まあ、そこはしょうがないのかなと。ただそれでも何ていうんですか、音質はこうチューニングされているというか、うん、エモーショナルな感じは。まあ、個人的にはもうちょっとレーシングサウンドで、うん、ぶっ飛ばしたい感じはします。まあ、でも今 F1 のサウンドでさえあんなだからね。そうですね、まあ、そこを求める方はバックしていただくしか。そうね、ちょっとフルメロフェラーリで。そうですね、やっぱり甲高い、はい、458とかにバックしていただいた方がいいのかな、ね、っていうのを望んでる方はちょっとね、はい、ステアリングはもう本当に絶妙です。遊びがなんて言えばいいかな、 あるようでないようで、けどなんかすごい路面のインフォメーションは伝わってくるっす。そしてカーボンセラミックは、あ、そうですね、そうこの間乗ったのなんだっけな、カーボンセラミックもこうギュッて踏まないと効かないやつあるじゃないですか、うん、フェラーリそんな感じじゃないですよね。初期精度確かにカーボンセラミックちょっと弱めですけど、うん、そんなにこうギュッて踏まなくても、まあ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 って感じです。まあでも質感は全然いいよね。手作り感はありますけどね、うん、こういうちょっと R のきついところにレーザー貼ってるのとか、そうね、シワが寄ってたりとか、こうステッチの感覚とかこうね、そうですね、絶妙に曲がってる
微妙にちゃんと手作業感が、イタリアの職人がやってますから、うん、フォルトノーナフラウでしたっけ、あそうだっけ、そうっす、イタリアの高級家具メーカーが、はい、だからインパネとか外すと後ろフォルトノーナフラウのステッカー貼ったんですよ、いやこれいじりたいなこれかっこいいっすよ、でもこの先分かんないじゃないですか、うん、フェラーリもどんどんハイブリッドになってって、そうね、はい、人頭数も減って、うん、はい、人頭数減るとか勘弁してほしいよね、いや本当っすよね、それだけは本当に勘弁してほしいです、だってついに来てしまったんですよ、C63 で V8 から4気筒に、はいはいはい、そのくせ値段は一発に高いからね確かに、うん、F8 も全然値段下がんないっすね、いや紹介するので相場ぐらいちょっと見とこうかなと思って、うん、昨日カーセンサー見たんですよ、はいはい、びっくりしましたねだって高いやつ5000万オーバーじゃないですかどんだけ安くても3000半ばぐらいから、そうね、3300、400ぐらいから、だって新車何にもオプションつけなかったら2900万ぐらいから売ってたんですよね、うんうん、オプションなしで乗ってる人って多分いないと思うんで、でももう今これ最後だもんね、これ買っといた方がいいよ ね、 ね、まあ、欲しい方は、欲しい方は本当に、でも458から結構乗れるようになってるじゃないですか、うんうんうん、でも488とかからはもうそのナビ問題とかもないし、うんはい、質感もすごい上がってるし、これはいいっすよ、時期に買えなくなるんですよ、そうね、うん、欲しくても買えなくなる、そうですね、あとは僕言いたいんですけど、オプションで結構選ぶ方っていらっしゃると思うんですよ、うんうん、フェラーリって、ただうちに限っては、まあ、もちろんその金額が合う合わないあると思いますよ、ただそのオプションどうにでもなるじゃないですか、うちの場合、そうね、カーボンパス足りません、はい、じゃあまあ純正でも車外でも足しましょう、うんはい、例えばバックカメラありません、まあ、バックカメラないっていうのもないと思うんですけど、うんはい、じゃあ後付けしましょう、できるじゃないですか、うんだ純正至上主義の方はもうどうにもならないですけど、そうだね、そうじゃない方だったら本当にオプションも最低限の、うん、変えられないところだけ決めていただければ、まあ、もちろん理想は新車で自分の理想の車を組み立てていただいて乗っていただくっていうのが理想だと思うんですけど、やっぱり来るまでに時間もかかるだろうし、うんその辺中古車の醍醐味というか、はい、いいのを見つけて自分色に添えるっていう、ね、なフェラーリとかこういうのをカスタムする人っていうのはもう本当にアッパーな人たちだからね、そうですね、だから僕なんか全然もうね、はい、桁が違うけど、はい、ミニで買う時なんかは、はい、ホイールは変えます、はい、もうそういうのも変えるっていうのを前提で、はい、オプションには選ばないからね、あまあサンルーフとかレザーシートとかっていうのは、はいはいはい、まあ最初につけるけど、オプションホイールとかなんかもう絶対選ばないし、まあ、それはもうあくまでもベース車両として買うから、あとはどうにでもなりますか、どうにでもなる、だからフェラーリなんかもまあね、これは全然ベース車両としては逆に下手なカーボンオプションとかはないので、確かに、うん、考えようによっちゃこれいじったらめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね、いやこれ絶対かっこよくなるよね、まあちょっとこの車は俺は当たったらおしゃれに乗りたいからな、これ相当おしゃれですよね、内装青ステッチ、うん、そうね、ちやらしいぐらいですもん、うんうん、これならお姉ちゃんも喜ぶよねもう発想が、発想がおじさんじゃない、おじさんじゃないですか、そうね、いやでも東京店 の、 あの時々車両紹介に現れる妖精にも聞いたんですけど、うん、やっぱりちょっと車高の低い車全般ちょっと女性受けは良くはない、うんうん、
どっちかっていうと SUV とか大きいセダンとかの方が印象いいですよねって、まあ個人の趣味ももちろんあると思うんですけど、まあまあね、けどこの辺の高年式の特にフェラーリとかって、あの乗れるっすよね全然、多分助手席乗って思った以上に多分あれ全然乗り心地もいいし、そうね、はい、もうそんなスピード出さないでみたいな感じじゃないじゃないですか、乗り心地もいいし、こうやって普通にね会話もできますよね、全然できますよね。この辺のビデオはちょっと気になるけどね。そう、それはイタリア車なんで、はい、すごい接地感あるけどめちゃくちゃ乗り心地悪くないんですよ、ほら、こういう段差とかも、はあ、ゴツゴツってね、こう段差しない、しない、全然しないですよ、ないもんね。これちょっと全開にしてみたいですね一回富士とかで全開にしてみたいです。そうね、うん、車屋さんだと叶わない夢なんですけど。そうだよね、なかなかね、いいとこ改装か一人そう。たまに自走引き取りみたいな時で、まあ、ここをちょっと一瞬、はいはいはい、スッと走れる時は気持ちいいなと思うけどね。だから所有できる人ってめちゃくちゃいいなと思うんですよね、気にせず全開にできて。はい、あれコンプリとかですよね。そうそう、本国のあれ買ってくれたお客さんがやっぱりフェラーリや何やらいろいろマクラーレン持っててさ、で引き取り行く時ももういいよ自走です、電車通りでっつって乗って、はい、乗って帰っていいよっつって、はい、踏んでもいいからさ、なんつって。いや言われてもできないですよね。できないですよ、言われても。一回でいいからテーラーメイドでなんかとんでもないの頼みたいです。そうね。はい。なんかウッドとかになってるやつとか。はい。もしくはファブリックとか使ってるやつとか。すげえレスポンスいい。商品車なんて当然そんな。回せないですけど、めちゃくちゃレスポンスいい。1回でいいからちょっとこのレブまで回してみたいですでも全然3000回転4000回転でも。あ、ちなみに僕175、はい、天井のクリアランス握り拳1個分ぐらいじゃないですか、うちのカメラマン身長188センチが乗ったら着きました、ダメだっつってね、土屋さんこれ乗れないですって言ってましただちょっと190近い方はシート一番下まで下げても窮屈かもしれないんで、そうね、よっぽどこうちゃんとしたドライビングポジションは取れないですね、よっぽどリクライニングしたりが必要になってくるんで、ちょっと無理しないとダメですね、まあ、その辺は座ってみていただいてありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、まあ、冒頭にもお話しさせていただいたんですけども、はい、ぜひカスタマイズして、そうですね、乗っていただきたい、はい、まあ、相当かっこよくなる、相当かっこよくなりますよね、間違いない、まあ、本当にいろんなものをご提案できると思いますし、はい、まあ、もちろんノーマルで乗っていただいてももちろんいいと思いますので、はい、まあ、その辺月村セールスにご相談いただければ、はい、いろんなものがご提案できると思いますのでぜひご相談ください、はい、でもちろんこういった車の買い取りもお任せいただければ、そうですね、はい、もうまずはワンコールいただいて、はい、頑張れると思いますのでお問い合わせください。というわけで今回はフェラーリ F8 トリブートをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。